こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では NG ファッションの5つの特徴というテーマでお話をしてみたいなと思っています。僕は普段からですね、この YouTube のネタを探すために街に出て大人の男性を観察しているわけですね。そうするとファッションがいまいちな男性にはですね、いくつかの共通項があるということに気づいたんですね。これは様々な項目があるんですが、なかなか当事者には気づきづらい点なのかなと思っていますので、今回はですね、なるべく分かりやすく皆さんにですね、言語化をしてみたいなというふうに思っています。もちろんできればですね、おしゃれに見せたいという気持ちは分かるんですが、それ以前にですね、まずはダサく見えないこと、これもですね、結構重要だと僕は思ってるんですね。ダサく見せないためにはこういった点を気をつけておけばいいですよというところをなるべく分かりやすく解説したいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。はい、それでは早速1つ目から解説したいなと思うんですが、まず1つ目は色の使い方が残念というものなんですね。これはですね、結構多くの方に当てはまるんですが、服を選ぶ際に色使いってものすごく重要だと思ってるんですね。どんな色を使って全身をコーディネートするのかというのはかなり重要なんですね。で、ファッションが苦手な方がやりがちなのは、まずはですね、曖昧な色で全身を構成してしまうというパターンなんですね。例えばベージュだとかグレーだとかカーキだとか、こういった色でですね、全身をコーディネートするとかなりやぼったい印象になるんですね。このような色というのはあまりはっきりとした色ではないので、どうしてもこのような色ばかりで全身をコーディネートしてしまうと、どんよりとしたぼんやりとした雰囲気になってしまって、締まりがあんまりなくなってしまうんですね。もうちょっと具体的なアイテムで言うと、グレーのパーカーですとかベージュのチノパンですとか、こういった色合わせをしてしまうと結構やぼったく見えてしまうんですね。ですので色使いに関してはもうちょっとはっきりとしたものを全身の中に使ってあげるとバランスが取りやすいかなと思っています。その点ブラックですとかネイビーですとか、あとははっきりと明るいものですね、ホワイトだとかオフホワイトのような明るい色ですね、こういった色を使うことで全身にメリハリをつけてあげた方が明らかにですね、カラーコーディネートとしては合わせがしやすいのかなと思っています。そしてなんとなく選びがちなグレーだとかベージュという色は、実はですね、上級者向けの色合いだと僕は思っていて、うまくいけばセンスよくまとまるんだけど、とりあえずだとかなんとなく選んでしまうとすごくやぼったくなりがちなので、このような色使いというところにはちょっと注意をした方がいいのかなと思っています。あともう一つ色使いでやりがちなのは、派手な色だとかビビッドな色を使ってしまうということなんですね。例えば赤だとかオレンジだとかライトブラウンだとか、あとは黄色だとかパキッとした青だとか、こういった結構派手めな色を使ってしまうと、どうしてもそこだけに視点が集中してしまって、なかなかセンスよくは見えないんですね。まあ、もうちょっと具体的に言うと、スポーティーなアイテムにビビッドなカラーを使う方が多いんですね。ナイロンジャケットだとか、あとはマウンテンパーカーだとか、あとはスニーカーですね。こういったアイテムにビビッドな色を使っている方がいらっしゃるんですが、これはですね、なかなかまとまりが良くないので、できれば避けた方がいいかなと思っています。まあ、確かにですね、おしゃれに見せるためにはいろんな鮮やかな色を使った方がいいんじゃないかというようなイメージってなんとなく頭の中にあるかなと思うんですが、意外とですね、おしゃれな人をよく観察していると、黒、白、ネイビー、グレーだとかシンプルな色だけで構成している方も意外と少なくないんですよね。ですのでおしゃれに見せるために様々な色を使わなくてはいけないというような固定概念があるとしたら、一旦それは脇に置いといた方が良いのかなと思っています。なるべく色使いとしてはシンプルにした方がいいかなと思いますし、 NG ファッションにはならないかなと思うので、ぜひ色使いに関してはこちらを意識していただければなと思っています。はい、続いて2つ目の NG 項目なんですが、サイズ感が整っていないという点なんですね。これもですね、結構いろんな男性に当てはまるかなと思っています。まあ、特に30代40代の男性で微妙にサイズ感がゆったりのものだとか、そういったものはですね、あまりバランスが良くないんですね。ここ数年ファッションというのはずっとですね、タイトシルエット一辺倒できたんですね。ですので細身のシルエットだとか自分の体にしっかりと合ったものというのは僕たちの目にも馴染んでいますし、そういったものを着ているとシャープに見えやすいんですね。ただその一方で最近はビッグシルエットだとか緩めのサイズ感もトレンドになってきているんですね。ですので一部のおしゃれな方はこういったものも取り入れているんですが、どうしてもですね、僕たち30代40代の世代からするとまだ目が慣れない部分があるんですね。ですのでビッグシルエットを使うのも良いかなと思うんですが、軸足としてはタイトシルエットだとかジャストサイズの方がバランスがいいかなと思いますし、他の人から見ておしゃれには見えやすいのかなと思っています。
で、NG なのはタイトでもなく緩くもなく中途半端なサイズ感の場合ですね。具体的に例を出すとしたら、ジーンズを選ぶときにユニクロだったら様々なシルエットのものがあるんですね。スキニーフィットと呼ばれるものが一番細いもので、スリムフィットと呼ばれるものが定番的なんだけどもやや細めのもので、もう一個ですね、レギュラーフィットというものがあるんですね。このレギュラーフィットというのはまさにですね、タイトでもなく緩くもない中途半端なサイズ感なんですね。メリハリが効いてなくてどっちつかずになってしまうので、このような中途半端なサイズ感というのは気をつけた方がいいのかなと思っています。で、この中途半端なサイズ感のもう一つの例なんですが、よくやりがちなのはパンツの裾の長さですね。これがですね、結構ダボっとなっていて、靴の上にですね、裾が結構溜まってる状態とか、こういうのもすごくバランスが良くないんですね。最近のボトムスというのはなるべくですね、クッションみたいなものは作らないで、ハーフクッションだとかノークッションぐらいですっきりと着た方がバランスがいいんですね。ですので、パンツの裾あたりに生地が溜まっていないかどうか、ここもしっかりと見ていただいた方が良いのかなと思っています。あとはジャケットだとかコートの袖の長さですね。ここも結構注意が必要で、中途半端に長くて手が隠れている状態なんかもあまりバランスが良くないんですね。ですので、サイズ感というところはぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。服を買う時には店員さんと相談をして、袖丈はしっかりと合っているか、パンツの丈は適正なのかというところを確認しながら買うということ、そしてサイズ感が体にちゃんとジャストサイズになっているかどうか、そういった点がなかなか自分ではジャッジができない方はセレクトショップなんかで買い物をするとまず間違いがないかなと思っています。まあ、手軽な価格のセレクトショップといえば、例えばグリーンレベルだとかアーバンリサーチドアーズだとか、このあたりのお店に行って店員さんに相談しながら自分のジャストサイズというものを選んでもらえば、まず間違いのないフィッティングが目指せるかなと思いますので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなと思っています。はい、続いて3点目の NG 項目なんですが、全身カジュアルすぎるという点なんですね。これもものすごく多いですね。これはですね、よく動画の中でもお話してるんですが、ファッションアイテムにはですね、綺麗めとカジュアルという特徴があるんですね。まあ、綺麗めというのは主に僕が着ているようなジャケットだとかスラックスですとかスーツのアイテムに近いようなものが綺麗めというジャンルなんですね。一方でカジュアルなものというのは部屋着のようなものをイメージしてもらうと分かりやすいかなと思っています。例えばスウェットだとかパーカーだとか、靴で言ったら楽なスニーカーだとかサンダル、こういったものはカジュアルなものになるんですが、結構ですね、おしゃれが苦手な男性というのは全身をカジュアルなもので構成しがちなんですね。具体的に言うとパーカーですとかスウェットですとかチェックのシャツですとかプリントの T シャツですとか、あとはボトムスなんかだとブルージーンズだとかチノパン、このあたりですね。あとスニーカーに関してもスポーツブランドのロゴががっつり入っているような、そういったもので全身をコーディネートしている方が結構多いんですね。そうすると見た目は立派な大人なんだけど、着こなしはほとんど学生時代と変わらないという状態になって、自分自身とファッションの間にギャップが生まれるんですね。これがすごくアンバランスに見えるんですね。ですので、年齢を重ねるごとに少しずつですね、綺麗めなアイテムの分量を増やした方が僕たち大人の男性には似合いやすいのかなというふうに思っています。まあ、例えばじゃあどんなものを選べばいいのかというと、チェックのシャツではなくて柄物だったらストライプの方がいいですし、もしくは無地系のシャツの方がやっぱり合わせがしやすいかなと思っています。白だとかネイビーだとかサックスブルーだとか、こういった無地系のシャツなんかがバランスがいいかなと思いますし、まあ、スウェットだとかパーカーのようなものはやっぱりカジュアルに見えるので選び方がちょっと難しいんですね。ですので、ニットだとかセーターのようなものを優先的に選んでみるだとか、アウターに関しても着丈が短いピーコートだとかダッフルコートだとかではなくて、ロング丈のですね、チェスターコートだとかステンカラーコートだとか、こういったややきれいめなものをですね、着こなしの中にミックスをしてあげるとバランスが良いのかなと思っています。本当に全身の中で 1,2 点だけでも構いません。きれいめなアイテムを少しでも取り入れるだけで着こなしは全然違って見えるので、ぜひ皆さんこのあたりもですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、これはですね、柄ですとか装飾を入れがちという点なんですね。これも結構誤解されてるなと思うんですが、おしゃれに見せるためには装飾があったりだとか柄があった方がいいんじゃないかと思ってる方も多いんですが、これはですね、結構落とし穴かなと思っています。例えば折り返すとここにチェックの柄が入っていたりだとか、パイピングがついていたりだとか、ボタンの色がちょっと変わっていたりだとか、そういった細部でおしゃれさを出そうというようなものだとか、あとは柄物ですね、チェック柄とかもですね、結構多用する方が多かった
ったりするんですが、これが難易度が高いので、できればですね、無地を選んだ方がまずは失敗がないのかなと思っています。こういった柄物というのはあくまで初級編というよりはある程度おしゃれ上級者がうまく使うようなアイテムだったりするので、そこには気軽に手を出さない方がまずは失敗しないのかなと思っています。柄みたいなものが増えていくとですね、どうしても子供っぽく見えてしまうので、まずは無地から極めるというところ、ここを意識するとバランスがいいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、そしてラスト5点目なんですが、スタイルが古くて更新されていないという点なんですね。まあ、ファッションというものにも流行がありますし、定番のものであっても緩やかに変化していくものなんですね。まあ、サイズ感に関してもそうですし、細かなデザインに関しても微調整みたいなものが加えながら少しずつ変化するものなので、やっぱりですね、定期的なファッションの更新って絶対必要になるんですね。ですが多くの男性を見てると20代の頃からファッションが止まっている方が多いんですね。買っているお店も変わらないし、自分のスタイルというものがずっと固定できてしまうと今の時代とも合わなくなるし、今の自分の年齢とも合わなくなってしまうので、自分のファッションというのは定期的な更新というのはものすごく重要かなと思っています。服というのは着ようと思えば5年以上平気で着れてしまうかなと思うんですね。中には10年以上前の服を着ている方もいらっしゃるんですけども、とは言っても服にもですね、消費期限みたいなものはあるかなと思うんですね。高くていいものを買って長く着ようというよりは、ある程度3年ぐらいを目安にですね、服を入れ替える方が僕は鮮度が保てるのかなと思っています。特に今はですね、流行のサイクルだとか時代の流れというのがどんどん速くなっているので、いいものを買って長く着ようというよりはですね、定期的に入れ替えて今のトレンドだとか今の時代の雰囲気を取り入れた方がはるかにおしゃれに見えやすいかなと思っています。しかも服というのは着ていくとやっぱりくたびれてくるものなので、長く着ているものよりは新しいものを取り入れてあげた方が清潔感みたいなものも取り入れやすいので、ぜひですね、3年ごとに自分のスタイルというものを見直してアップデートしていくという習慣、これはですね、頭の片隅に置いておくべきなのかなと思っています。まあ、スタイルを入れ替えるというとちょっと大げさに聞こえるかもしれないですが、シンプルな話、3年ごとに持ってる服を入れ替えるという感覚でまず間違いがないのかなと思っています。今お店に並んでいる服というのは少なからずトレンドというところを抑えたものがほとんどなので、ぜひですね、皆さんも自分の持ってる服どれぐらい使っているのかなというのを見返していただきたいんですね。あまりに古いものに関しては新しいものと入れ替えて定期的に自分の服というものを見直すということ、この習慣さえ持っておけばですね、古臭いファッションになることはないかなと思うので、ぜひ覚えておいていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では NG ファッション5つの特徴というテーマでお話をさせていただきました。なかなかですね、自分自身では気づかない項目かなと思うので、今回の5つの中でどれか1つでも当てはまる項目があったら、ぜひ見直すきっかけにしていただければなと思っています。まあ、一番最初にもお伝えしましたが、まあ、ファッションというのは飛び級するのはなかなか難しいんですよね。おしゃれが苦手な状態からいきなりおしゃれ上級者に見せようというのは難しいので、まずはファーストステップとしてダサく見えないようにすることが重要なのかなと思っています。そのためには今日ご紹介した5つの項目が非常に大切になるので、1つずつ確認しながらですね、ぜひ皆さんの今後のファッションに生かしていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。